小屋の栄一、小屋の栄一、小屋の栄一。10月10日帯は、東京都江東区出身の元プロ野球選手、内野手、外野手。右投げ右打ち。現在は東北楽天ゴールデンイーグルスの一軍、打撃コーチ。愛称は、坂江ちゃん。リトルシニアリーグでは、江戸川区の江戸川南リーグに所属。松坂大輔とチームメイトだった。高校3年春。 2. 甲子園、第70回選抜大会に出場し、2回戦で、PL 学園高校のエース上重0佐都に、完封負けを起死自身は3番に類種で、フルイニング出場4打数無安打。創価大学に、内部進学し、金森久友と同級生、1年秋からレギュラーとして、出場し、公式戦通算打率、343、打点53、 ベストナインを4度、最多打点を2度獲得。1年時の明治神宮野球大会では、青山学院大学と対戦し、石川正則から6打数3安打、再試合を含むを記録した。4年時の全国大学野球選手権では、早稲田大学の和田武氏から4安打を放った。3、4年時には、同大学の臨時コーチとして迎えられた山内和弘の指導を受けていた。4年生では、 日米大学野球選手権大会の日本代表選手としても活躍。2002年のドラフト会議で日本ハムファイターズから5位指名を受け入団。背番号は53。2軍で打率。303。イースタンリーグ最多の111安打。チームトップの14本塁打で終盤に1軍。昇格し、プロ初出場。初安打。5月23日の近鉄戦で打った。 プロ3本目のアンダは、初の敵字打津サヨラアンダであり、この時挙げた打点が初打点だった。背番号を31に変更する。5月に1軍に最小格し、6月の阪神タイガース戦でプロ初本塁打を記録。2塁手で6試合、左翼手で15試合、1塁手で20試合に起用され、長打力だけでなく、ユーティリティぶりもアピールした。 9月の札幌ドームでの試合前に、新庄剛、志、森本き明、稲葉敦し石本つとの5名で、同じデザインのかぶり物、新庄の顔を、片切った仮面で、新庄ごと、命名をかぶり、ユニフォームも全員で、背番号、1、セネーム、新庄のものを着用して、シートノックを受けるというパフォーマンスを披露した。外野手登録となる。 1>, 1軍では先発出場は4試合のみで、打率は1割台だった。2軍では打率、295、5本塁打を記録した。この年の2軍での試合で、パニック障害を発症、一時期は打席に立てなくなったこともある。結局、現役を引退するまで完治することはなかったが、闘病しながら、グラウンドに立ち続ける姿は、同じ病気で苦しむ人たちに勇気を与え続けた。 開幕2軍スタートも4月14日に1軍、昇格。三塁主として87試合、一塁主として45試合、左翼主として12試合で起用され、中盤以降は三塁主のレギュラーに定着。聖波交流戦では6月23日の対、阪神タイガース戦で優勝を決める、決勝本類打を放つなど、再三の主君打を放つ活躍を見せた。9月9日には、 勝負強さを買われて、プロイリアと初となる4番で、先発出場をすなど、1、2番以外のすべての打順で出場した、他の年には2番打者としての先発出場があり、1番以外のすべての打順で、先発出場を経験している。初めて開幕戦に先発出場するも開幕当初は、不審で怪我もあったが、その後徐々に調子を上げてきた。得点打率が割を超え、 60打点を挙げた。特に埼玉西部ライオンズとの対戦では、打率3割、本類打3、打点10、得点圏、打率5割と、勝負強さを発揮した。序盤は4番を務め、その後6番、三塁手のレギュラーに定着し、初めて規定打席に到達した。9月まで打率3割をキープし、最終的には、296に終わったが、初球時の打率が、 425と高く、初の2桁本塁打、11本、リーグ6位の157安打、リーグ7位の82打点を記録した。シーズン中は、本塁打を打った全ての試合で勝利した、日本シリーズ第3戦でも本塁打を打ったが、この試合では敗戦。守備面では三塁手で134試合、一塁手で43試合に出場し、 試合終盤に三塁から一塁へ移る場面がよく見られた。三塁守備でこの年、リーグトップの守備率982を残し、自身初のゴールデングラブ賞を受賞した。主に四番に座り、チームで唯一全144試合に出場。4月は打率238、アップス588と不審にあえいだが、5月以降は打率。 331アップス874と徐々に調子を上げ、8月には打率364日本塁が29打点アップス908の活躍で月間 MVP を獲得した。シーズンを通して左投手に対して打率370アップス970と結果を残し、最終的には自己最高となる打率。 311、109打点、アップス811をマークし、自身初の打撃タイトルとなる最多打点を獲得。ゴールデングラブ賞とベストナインにも選出された。オフの契約公開では1億円プレイヤーに到達。また札幌ドームで優秀な成績を収めた選手に、贈られる札幌ドーム MVP 賞を受賞した。オープン戦で右手首を骨折し、 さらに5月24日の横浜ベイスターズ戦で、走塁中に足を負傷し戦線離脱するなど故障に苦しむシーズンとなった。復帰後も不審が続き、リーグワーストの打率。237、同じくワースト2位の順を失策を記録するなど講師に、制裁を書いた。11月18日、タレントの朝日比と結婚することを発表。 高校の先輩の栗山秀樹が監督となる。他の主力選手の休養などから2番打者としての出場が多くなり、他は5から8番と役回りが目まぐるしく変化した。しかし、それに対応できず、持ち前の勝負強さが影を潜める。最終的に打率は定位置を確保した2007年以降では、自己ワーストで2年連続リーグワーストの228に終わった。一方で、 リーグ最多の40ギガを記録し、守備では2年ぶりにゴールデングラブ賞を獲得した。11月に右肘を手術、開幕は3番で迎え、その後は主に5、6番を任された。出塁率はリーグワースト3位、守備ではリーグワーストの19失策。シーズン中に国内 FA 権を取得したが、行使せず残留。 それまで左翼手として出場していた後輩の中田翔が三塁手に再転向。オープン戦では主に一塁の守備についた。しかし、中田の守備が安定せず、その影響で打撃不振に陥ったこともあり、終盤には、リフト中田、サード小屋野という昨シーズンまでの守備位置に戻った。3月28日の開幕戦は、6番サードで、先発出場、延長12回裏、 一四万塁の場面で、レフト前にサヨナラタイムリーを放った。5月1日の西武戦で本塁でのクロスプレーで、相手選手と交錯してしまい、右膝副人体損傷により、約2ヶ月ほど離脱。さらに、離脱期間中に三塁手を務めた、近藤健介が、小屋野の復帰後も引き続き三塁手で起用されるなども、あり、打率は、 296を記録するも出場試合数は84試合に止まった。シーズン終了後にフリーエージェント系を行使、日本ハムからの残留要請に加え、西部、オリックスが獲得の意向を示し、11月26日、札幌市内の球団事務所でオリックスへの移籍を表明。翌27日にはオリックスから3年契約3億円での獲得が発表された。 開幕戦を7番三塁手でスタメン出場した。その後も三塁手や一塁手としてスタメン出場を重ねるが、左足を痛めた影響で5月7日に登録抹消。一旦復帰するが、6月2日の DNA 戦で左足の痛みが再発。結局、左太もも裏肉離れで翌日に抹消となった。シーズン終盤に復帰する。前日した。 怪我の影響から56試合の出場に終わったが、打率は295を記録した。3月25日の埼玉西武ライオンズとの開幕戦は2番一塁手でスタメン出場した。4月19日の東京ドームで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦で延長11回の決勝ホームランを含む2本のホームンを打つ。 6月12日の DNA3 回戦の2回裏、総類中に左太ももの肉離れを起こし、6月13日に登録抹消されて、以降は一軍登録がないままシーズンを終えたため、50試合の出場にとどまった。肖像類種として、自身4年ぶりの130試合出場500打席、到達、規定打席到達、シーズン成績は打率。 277、6本類が47打点を記録した。打率はリーグ9位、主に3類種として出場した、選手中リーグ最高であった。700万円減額の単年録、300万円で公開。9月27日に今季限りの引退を発表し、10月5日、チーム最終試合のソフトバンク戦、京セラドーム大阪で引退試合が行われ9回裏。 西から伏見トライの代打で出場し、森祐斗と対戦、夕頃で、チームの今季最終打者となる。10月16日、2019年より東北楽天ゴールデンイーグルスの一軍打撃コーチに就任することが発表された。2010年には、ボール球のスイング率が20%を超えるなど、選球眼には欠けるものの、打撃では弱点が少なく、外角球を、 右方向に運ぶ技術も備える。2007年から2010年まで得点圏打率294を記録しており、特に2010年にはどう。350を残した勝負強い打撃も持ち味とする。しかし、統一球が導入された2011年からは通算打率247と成績が落ち込んでいる。 内野と外野の両方を守れるユーティリティープレイヤーで入団時は内野手登録。2006年から外野手として登録されたが、2008年からは再び内野手登録となり、2009年以降は一類手、または三類手として出場している。2009年から2年連続でゴールデングラブ賞を獲得した三類守備は打球反応が良く、フライの処理に優れるが、 翌2011年は三塁守備でリーグワースト2位の15失策を記録しており、2013年にはリーグワーストの19失策を記録した。一塁到達まで4.37秒と足も遅くなく、時折盗塁もマークする脚力があるが、通算の盗塁成功率は67%と低い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。